皆さんこんにちは。今回はクレセントを作ります。三日月状なものという名前のパンです。本来は中身などは特に決まっていないパンです。今回はバタークリームを入れて仕上げました。形は違いますけれど、よくコンビニで売っているソフトフランスのような感じに仕上がってます。このパンはかなり簡単なのでおすすめです。生地練りは約7分ほど練りました。硬さは少し固めになります。練り終わったらいつものように一時発酵です。30度で60分発酵させてください。一時発酵が終わったら6等分に切り分けて丸め直します。これまたいつも通りベンチタイムになります。時間は若干長めの30分休ませてください。ベンチタイムが終わったら成形に入ります。まず生地を伸ばすのですが、この時に等辺三角形になるように伸ばしてください。少し慣れも必要だと思いますが、大体で問題はありません。図のような長さになってれば OK です。生地が伸ばせたら短い方の生地を少し手前に折ってから1回手前に転がします。今度は後ろに押し戻すように生地を転がして締めます。あとは繰り返して丸めていきます。言葉だと難しいですが、動画を見てイメージをつかんでもらえると助かります。成形が終わったら二次発酵です。30度で60分発酵させてください。二次発酵が終わるとかなり膨らみます。ここまでできたら生地の表面に霧吹きで水をかけて焼きに入ります。200度で15分焼いてください。しっかりとした焼き色もつき、無事に焼き上がりました。焼き上がったら熱いうちに溶かしバターを表面に塗っておきます。仕上げにバタークリームをパンに挟んで完成です。こんな感じで半分にカットしてそこに挟みました。ここはお好きに作業していただいて問題ありません。